はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ちょうど朝になりましたね。ちょうど朝になりました。粘りましたね、朝まで。昨日の続きやっていきたいと思うんですが、もうここで朝まで待つわって言ったと思うんですけどね。前回の動画でね、本当に待ってました。本当に動けなくて。はい。で、仕方ないんで、ここら辺のものをね、ちょこちょこ壊しながらね、こっそり。これしゃがむと結構低い。今明るくなってからこれ5なんですけど、一時期ね、0まで行きましたね。夜中真っ暗な時ね。はい。で、クローラが一匹うろうろしてたんですけど、クローラやってきたので、サイレントに倒しました。はい。ということで、実はね、こっからね、ほら、一瞬ね、出ていこうかと思って、ここをね、ちょっと壊したんですよ。こうやって近、こうでね、ちょっとずつ行ってね。で、こっからね、夜のうちに、逃げ出そうかと思って、こう、チラッと見たらね、結構ゾンビがいてさ、夜。あ、ダメだ、これ出れないわ、と思ってね。また戻りました、こっちに。はい。またこっちに戻って引きこもっておりました。はい。で、ここの金庫は開いてるんで、ちょっとあれかな、特に漁るものないのかな、と思ってたんですけど、昨日の動画を編集してて気づいたんですよ。ほら、ここにさ、ほら、ここにお宝あるんだよ、これ。昨日の動画のサムネをね、私、出して、サムネをね、作ってたら、あれあんなとこにさ、サムネ、これぐらいの映像だったと思うんですけど、サムネね。もうちょこんな感じだった。あ、もう上にいたか。上に上がってたからね。こんな感じのサムネだったと思うんですけど、これね、左下にさ、なんか武器バッグが見えると思って。こんなところにあるんだね。ね、この上からこうやって落ちる感じなんですね。どうりで何もねえわと思ってたんだけど、ちゃんとあるんだ。であんなとこに発電ある気あるしね。ね。ただ俺、これロックピック持ってないんで開けられないんだよね。ですよね。7000か。とりあえず武器バッグ上げてみようか。あ、すごい。パイプマシンが入ってた。やったね。なんでパイプマシンが入ってんのにさ、ショットガンシールなんで入ってる弾薬が。そこは謎だけどね。弾28発ある。何発入んのこれ。全部入るんじゃないか。15発か。パイプマシンガンだからね。で、あの辺、この辺全然ちょっと漁ってないんで、物持てるかな。あ、そうそう。レンチのスキマティックも拾ったんだよ、そういえば。これね、さっき言ったクローラーをね、サイレントに倒したらね、クローラーがなんと持ってたレンチのスキマティック読んじゃおう。作ることないかもしんないけど。ね。レンチ作って、レンチでこれこじ開けるか。ね。あー、いいね、いいね。いいっすね。はい。これ上げてみよう。割となんかルートはいいの入ってんのかな。でもパイプマシンガンは別に良くないな。パイプマシンガンはワークベンチあったら作れるからね。なんだこれ。ダイビング、ベッド、ワイヤー、モッドスクリーン。なんだこれ。何有刺鉄線？有刺鉄線なのかな。まあ、ちょっと待って。まあ一応もらっとこうか。読むか。なんかわからんけど。有刺鉄線かな？そんな感じの見た目に見えるけどね。ねえ。よいしょ。車両パーツ。おー。ガソリン缶も作れなかったんだ。ガソリン缶も作れなかったのね。素じゃね。誰か来たね。これ開けたいけどな、ちょっとこれ。あ、あいつね、スパイダーの声なんですけど、多分スパイダーじゃなくて、パラサイトなんだよね、多分。これちょっと頑張って開けようかな。ちょっと頑張って開けていいですか、これ。ちょっと頑張りますわ。ゾンビ来た。ゾンビ来やがった。マジか。討伐対象来やがった。死んだの？死んでないでしょ。ほら、まったく。もうちょっとだったのに、もうちょっとだったのに叩かれたわ。あと32じゃん。もう、よっしゃ、開いた。よっしゃ、開きました。オッケー。あ、ビーカー入ってた。ビーカーラッキーなんじゃない？あと弾も入ってた。やったね。やったね、弾入ってた。じゃん。オッケー、36発か。うん、まあまあ、開けた会話あったかな、とりあえずね。ビーカーがちょっと嬉しいかもしれないね。うん。まあ、この世界でもビーカーが貴重なのかどうかはちょっとよくわからんけどね。実は大して貴重じゃないのかもしれないけど。も、ね、モッドによってはね、別にめちゃくちゃ手に入るやつもあるからね。
特に貴重じゃない場合も多々あるので、ということで、あの辺もちょっと漁ってないんで、あそこに弾薬あるね。もらってこよう。あ、そういう感じなの、これ。中に入っちゃうの。全然漁ってないからね、この辺もね。まあ、せっかくなんで、漁っていきましょうか。まあ、そんなに持ち物持てないけどね。これ本でしょ、これ。あ、やった。槍の狩人いらねえ。槍使わんやん、みたいな。断熱、なんで、断熱、なんとか、ライニングだっけ。じゃん。ああ、いいね。弾、弾ありがたいよ。ろうそくもらって帰ろうかな。ここ開けたんだっけ、この辺は。あ、これは見てないね。じゃん。お、ダクトテープ。ダクトテープ必要なんだよね。これなんか、有刺鉄線ついてるけど、ダメージ食らうわけじゃないの？食らってた今。食らってないね。これちょっと掘りたいな。掘りたいっすね。結局こっちにもさ、こっちにも、なんだっけ。あ、こっちはあるけど壊れてるんだ。こっちの橋、あ、階段はね。ああ、そういう、どこ？あれか。どこ？あ、細。階段細。あ、こっちは壊れてるんだ。で、上がれないのね、一応ね。なるほどね。これ、紙？紙だね。紙別にいらんな。どうでもいいけど、どっから出るんだろうね。こう、本当はどっから出る設定なんだろうね。それがちょっと未だによくわからんな。本来はどっから出るもんなんだろう。あ、こっから、あ、あいつこっから上がってきたんだ。なるほどね。まあ一応わからなかったんで、私壁壊しましたけど、この辺はもう、これちょっとね、これ取って分解すると鉄になる。これも取って分解すると鉄になる。じゃん。あ、ブックケース見てなかった。あ、向こうのブックケースか見たのは。これなんだ、ハンタージャーナル。やったね。やったね。あ、こんなところにも弾薬がある。意外と見落としがいっぱいある。あー、なんか、7ミリの弾結構手に入りますね。じゃん。紙。これは、レジは開いてないのね。こっちになんか。あれ？あの辺にあるのは、あれ何？あの木、これ何？これ何これ？ツールボックスだ。そうなんだ。キャスター付きツールボックス。あ、あと6ピグ拾った。1個だけだけど。あー、なるほどね。キャスター付きツールボックスなんだ。あー。結構なんか、あれだね。見た目変わってるのがやつが多いですね。なんかね、いろいろね。凝ってますね。わざわざ変えたんだね。はい。ということで、一応出口ここ、私自分で開けたとこあるんで、ここから出ましょうか。で、自宅向こうですね。入ったのは、こっから入ったと思うんだけど、全然下通ってこっちに行っちゃったのね。あー、なるほどね。でもさ、こっからで、飛び降りんのこれ。飛び降りる系？馬車に飛び降りる？問う。OK。OK。帰りましょうか、じゃあ。ここにもなんかいろいろ、これ開け、あー、そういうやつか。やめとこう。ちょっと1個じゃダメだ。1個で開けるのは無理だわ。何個かないと。本当にアンデッドレガシーみたいな感じだね。アンデッドレガシーあんな感じだよね。違ったっけ？もうなんか随分、やってたの随分昔の話なんで、忘れちゃいましたけど、コーヒー。よし。ちょっと一旦帰って、炉を作りたいね、炉ね。炉を作りたいな。あ、そうか。鍋とかを取りに行きたかったんだよね。ダクトテープ1個拾って、ああ、そうか。ダクトテープを作るのに、グルーを作ろうと思ったら、あれなんで、グルー作ろうと思ったら、鍋がいるって言われたんで、っていう話か。こうじゃったら鍋作れるけどね、多分ね。これね。布切れ持って、1しかない。布持ってないんだ。布とか、な、ちょ、ね、いっぱい取らなきゃいけないもんいっぱいあるね。取らなきゃいけないものがたくさんありすぎて、ここに布入ってる？入ってないね。旗入ってるけどね。シャキーン。
ああ、そうかそうかそうか。ちょっとなんか、もっと取らなきゃいけないものがいっぱいあるわ。そんなことよりも。そんなことよりも何よりも。もう一回見くか。もう一回行こうか。ちょっとトレーダーに売ってないか見るか。ローを作りたいんで。ローをね。これじゃあ、それじゃない。ローを作りたいんですよ。ローをね。ロー。そうじゃなくて、ローを作りたいんですよね。ダクト、あ、ダクトテープ3だったらいけるか。あ、革が10ある。革10ないな、多分。革は10もないな。革0じゃないか。革0だわ。革1枚持ってないわ。動物倒してないもんね。動物倒してないからな。あ、だね。革がないな。革か。動物やらなきゃいけないか。鉄パイプは7あるでしょ。土はちょっと掘らなきゃいけないけど、60。何個あった ?80?80 あるね。小石も50ぐらいあるでしょ。川だけだと。じゃあ川だ。よし。じゃあ今日は狩りに行きますか。まあ10あるからね。言ってね。10拾ったからね。ちょ、10で動物狩りに行くか。動物といっても、鶏じゃダメなんだよね。多分ね。ウサギとかじゃないとね。うん。その前に一応とお金持ってきた。お金持ってくる。ちょっとトレーダーに意外と売ってるかもしれないからね。買わね。トレーダー何でも売っとるからな。何でも売ってますからね。これ売ってくるか。お金も。ちょっと待って。さっきのこれ、あれ、これ、まあ、持ってるか。これ売れんのかな。6円安安けど、まあ売れるんなら売ってしまおう。これ漁ったっけ?これ漁ったね。ちなみに、空いてるよね、もうね。7時だから空いてるよね。何時に開くんだろう?確認しなかったけど。じゃじゃじゃん。ここのトレーダーはもうちょっとでも、あんまり役に立たないな。レクト君あんまり役に立たんな。はい、こんにちは。おはようございます。在庫見してくれ。革売っとらんかね。革。レザーグローブとか分解したら革になりそうだけどね。ないか、ないな。ないね。ないか、玉欲しいな。玉、これ。あ、買えない。まあ、ちょっと待って。ちょっとレジから金あさろう。で、さっきの、どこいたっけ?旧紙幣。旧紙幣売っちゃう。47円。これでいくらだよ。1200円か。はい。よし。じゃあちょっと布とかも欲しいし、その前に動物か。動物借りに行くか。そんな簡単に見つかるような気はしないけど。ねえ。なんかこういう牧場的なところに行ったらいないの?イノシシとか、あ、いた、ウサギ。ウサギの動きが。ウサギの動きがなんかすごい倒した。ウサギの、待って、骨ナイフとか作るべきだった、これ。これ、まあいいか。皮取れんのかな?ウサギ皮。取れなかった。何も取れなかった。何も取れ、骨1個しか取れなかった。あ、やっぱダメなんだ。石斧じゃ解体できないんだ。石斧で解体しちゃいけないんだ。あ、やったね。墓盛り改造パーツ。この辺になんか、死体転がってなかった?あ、ここにあるね。ちょっと骨ナイフ、せめて骨ナイフを作らなきゃいけないってことか。ねえ。銃あったら作れんでしょ。骨ナイフ。オッケー。骨ナイフね。あとなんかこっちの方行ってないからこっち行ってみようか。この間向こう行ったもんね。もう樽がツヤツヤなんだけどこれ。メタリック感すごいね、樽のね。樽のメタリック感半端ないね。動物いないかな。こういうところにさ、牧場があったらね、牧場にイノシシの1匹や2匹。いてもおかしくはないんですが、なんかゾンビ来た。はい。どうも。よいしょ。あ、動物いそうな、あ、こういう、あ、待って、ウサギがいた。あ、
倒した。一個しか取れなかった。一個か。今一つだね。こういうとこになんか、イノシシとかいないの？いないか。あ、こういうさ。犬か。あ、鶏いるね。鶏じゃないんだよな、でもな。鶏皮取れないもんね。犬いる？ゾンビいるな。ここなんかケミ捨てあるんだけど、壊れてるけど。ああ、ゾンビはいる。ねえ、鶏とね。鶏はちょっとあんまり、鶏は皮取れないもんね。そういえばなんか犬とかあんまり、犬っていうか、狼とかあんまり見かけないような気がしますね。ここ何？これ、なんかの物件じゃないですか、ここ。違うのか。あんまり見かけないような気がするな、そういえば。まだステージが低いからですかね。低いから出てこないのかもしれないけどね。イエーイ。スワットか。Z かと思ったらスワットだった。ああ、ここ一回行きましたね。これもなんだっけ。あ、もう行き止まりか。終わりか。ここもオリジンで行ったんだっけ。なんかね。ああ、懐かしいね。あ、地下だ。地下のあるお家だ。はい。ここも行ったことあるような気がすんな。動物もさ、あ、待って、ブンブン言ってる。蜂の、どこだ？クローラがいた。蜂の音がするけど、蜂蜜チャンスなんだけど。あ、これか。これだ。これさ、あ、蜂持ってくんの忘れちゃった。蜂持ってくんの忘れたわ。まあいいか。もらっとくか、蜂蜜。一回なんかその、女王蜂使ってみたいけどね。ここで蜂蜜生産してくれるのかな、使ったら。どうなんだろうね。なんか前回と色が違うね、なんかね。あ。あ、クイーンビー。ああ、女王蜂は絶対いるんだ。絶対っていうか、まあ、いるんだろうね。多分ね。こうなったら、デッドドッグサルーに行きましょうか。あそこ犬いっぱいいたからさ。ね、犬いっぱいいたでしょう、あそこ。デッドドッグサルーンかサローンかわからんけど。ねえ。はい、ということで、ここに犬いるかな。こんにちは、スティーブ。スティーブ、ちっちゃくないお前なんか。この辺にもいるんじゃなかったっけ、外に。いるよね。ゾンビカウガール。そこに寝てるやつがいる。あ、ヘビは皮取れないの？何？実業家。あ、取れた取れた。一応、ヘビも皮取れるんだ。オッケー、オッケー、オッケー。何枚になった皮結局。3枚。まだ3枚しかない。こんにちは。じゃじゃん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 。ん？ヘビがいる。ヘビチャンス。あ、ラッキーラッキー。オッケー。オッケー。よっしゃ、皮4枚、4枚ゲット。で、何枚？ 7 枚？ 7 枚だ、もうちょいだ。あ、ヘビ探した方がなんか実は早かったりして。こういうところにヘビいないの？いないか。そんなにうまくはいかんか。ここ入っていくとゾンビがね、いるよね。ねえ。強いね、ビジネスマン。あ、あいつを、あ、でもあれ、レンチで壊さなきゃ皮にならないか。これ、拾って解体じゃ皮にならないんだっけ？鉄になるだけだっけ？あ、皮になるじゃん。あ、6枚だって。あ、帰ろう。帰ろう。帰ろう、帰ろう、帰ろう。帰ろう。はい。目的は達成された。作れんじゃない？ロー。もうこの状態で。あ、ダクトテープがないか。ダクトテープが1しかないんで、布切れもらって帰るか。
なんだっけ、そこにソファーあったよね。ゾンビ出てくるから危ないかな。そこのソファー欲しいな。ああ、気づかれちゃった。気づいちゃったの、君。よいしょ。レベル上がった。これ、布をちょっと。ちょっと布。あ、はけ。これで布6枚 ?6 枚ぐらいでいいか。怖いから逃げよう。怖いから逃げよう。なんかそこら辺でこう、布取れるやつはないのかね。ああ。ああ。それ紙だもんね。え、どうしたの？あ、喉乾いてんのか。お腹空いてんのか。まあまあいいやいいや、とりあえず。とりあえず、炉を作って、炉を元に、鍋とか作れれば、ねえ、鍋とか作ったら、いいんじゃないですか？多分、わからんけど。わからんけどさ。ねえ、鍋とかグリルとかね、作れるでしょ、多分。きっと作れるよ。きっと作れると思うよ。多分、おそらく。はい、帰ってきました。ただいま。グル、あ、グル3あるわ。3で、ダクテを作って3個。で、粘土、石、鉄パイプ。そんな感じじゃない？そんな感じでしょう、多分。違ったっけ？ロー、あー、作れ、来た。はい、来ました。30秒。まあまあ、まあまあだね。普通に、まあ普通かな、30秒ぐらいだったらね。うん。どこに置くかな、この辺置くかな。入ってきて、そうだね。まあ、いつものことだとこの反対側だね。この辺かな。こっちの隅から攻めていくか。隅から攻めていく。でもなんか、ワークベンチをどうするかだね。ワークベンチこの下に押し込んじゃうか。3段。ワークベンチここにはめるか。ああ、そうか、そうだね。一個ずらせばよかったね、これね。一個ずらすべきだな。まあいいか。できた？どこ来た？あ、できた、できた。オッケー、オッケー、オッケー。あ、ちょっと待って、これ壊れそうだ。で、まあ隅っこでいいや、とりあえず。まあこの辺でもとりあえず燃やしときましょうか。あ、あれがいるか。粘土がいるか。粘土21余ってるけどね。ねえ。ちなみに鍋は作れるんだろうか。鍋。あ、作れるね。調理鍋。調理鍋。31。あ、やっぱ粘土がいるんだ。ちょ、粘土先に焼かなきゃいけないな。これちょっとやめとくか。粘土。21しかないけど。起きた。OK。グリルもいける？グーリールと。じゃん。調理グリル。ああ、調理グリルも同じぐらいだね。調理グリルも作ろう。そしてビーカー持ってるからね。ビーカー持ってるんで、もうこれフルセットじゃん、いきなり。いきなりフルだよ、もう。キャンプファイヤー。よっしゃ、グリル。グリル。いけ、グリル。グリ、あ、でもあれか。あ、待って。マスターシェフはあげてないんじゃない俺。マスターシェフ1個あげなきゃいけないわ。そう、焼肉も何も作れないから、あげてないと。あ、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ、ここにセットして、ちゃっちゃっちゃとビーカーもセットして、あ、ちょっと待って、燃料がないわ。もういい、もうとりあえずいい、これ。で、これでやっと飯が食えるって話だ。これ何？アンクックドラビター、あー、なるほどね。うさぎ肉ね。うさぎ肉食えんの？あ、グリルドラビットとか、なんかめっちゃうまそうじゃないですか。焼いてみよう。焼いてみよう。いや、あと鶏肉を持ってんだよね、多分ね。ほらね、この辺ね。この辺ちょっと、ひよこも、ひよこも、丸焼きにしてみる？なんか。あ、すごい、なんか。あー、こんなになるんだ。焼いてみよう、とりあえず。フライドチキン、フライド、フライドじゃないけど。あ、なんかめっちゃうまそう。手羽先じゃん、これ、手羽先。ああ、ひよこはダメなの？ひよこダメなんですか？あ、ひよこはもうこれなんだ。スムーサーブレード。あ、そんなのがあんの？
そんなのがあるんだけど、ちょっとあんま飲みたくないけどね、これね。なるほどね。めっちゃ、お肉めっちゃ取れた。取れたっていうか、めっちゃ作った。10。全部一緒。あ、全部10だ。あ、なるほどね。腐らないの？これ。あ、腐らないみたいね。なるほど。腐らないらしい。お腹空いてる、空いてるね。10しか増えないんだったら結構食わなきゃいけないぞ、これ。3つ食っても30しか増えない。ねえ。あ、結構燃費悪いかもね、この人ね。まあまあ燃費悪いんじゃないか。水が11あるんで、これとりあえずお湯にしましょうか。はい、お湯にして、秋のキリンソウと、コーヒーこ取ったね。まあ、お茶は作れるかな。ゴールデンロットティーが作れるか？作れんのかな？あ、作れそうだね。あ、作れそうだね。秋のキリンソウ茶。キリンソウ茶。コーヒーも作れんのかな？あ、コーヒーも作れるね。オッケー。なんかもう安定した。もう安定しました。はい。ここに、あ、ここにもお茶持ってんじゃん、これ。すっかり安定しました。そしてですね、ちょっと待ってよ。釘が作れるんだったら、これちょっとオンにして、釘、37。10個いるからね。1個作るのにね。10個いるんで、まあ、とりあえず10個、あ、でも木がないか。木79。まあ、また木を切ってくるか、ちょっと。じゃあ、ちょっと木を取ってくるので、しばらくお待ちください。とりあえず300ぐらい。木300ぐらい取ってきました。とりあえずね。300もあれば、まあ、いいでしょ。で、保管箱、いくつ作るのかな？いくつ作れるかな？釘をもっと91。あ、もうなくなったのか、鉄が。そうか、残念だね。これ分解しても機械部品だよね。まあ、とりあえずこれをやって、91。10個いるんで、多分、確かね。10個だね。9個しか作れない。9個、まあ9個作れる。ここに3つ置きたいね。とりあえずね。これもう終わった？あ、もう終わったと、持てないな。めちゃめちゃ持ってんな、俺。で、ここ、あ、ここにちょ、ここに3個並べたいんだよね。いつも3個並べるんで。これ壊さなきゃいけないけどね。早速、作ったばっかでもう早く壊さなきゃいけないっていう話ですけど。で、ここに柱1個立てるかな。角。角柱1個立てて、これをずらすか1つ。こいつを。それ1個ずらしましょうかね。うん。こうしよう。で、全回収して、ランドクレームブック置いてあるんで、これも取れるでしょう。はい。キャンプファイヤーも取って、で、これ取るでしょ？これも取るでしょ？保管箱できた？あ、4つできたね。OK。で、ここと、ここで、この中のもん回収。で、ここに肉。じゃあ肉っていうか食べ物ね。ここいつも食べ物を置いてるところなんです。キャンプファイヤー置くか。キャンプファイヤーはこの上と。で、鍋、グリル、ビーカー。まあ、そんなとこか。で、ここは空になったんで、ここ壊す。この昨日作った、昨日か。1日目だよね。1日目に作ったばっかだけど、もう壊しちゃう。はい。ワゴン。はい。で、ここに、もうこれ置いて、はい。で、いつもここはね、飲み物なんですよね。で、ろうそくは、ろうそくその辺にこう立てとこうかなと思って持ってきたんですけど、そこまで、ね、必要じゃないかな、別に。そんなに暗くならないかもしんないね。実はね。うん。で、あと1個しかないんじゃない？ここ。こう。これ今空だね。これ壊しちゃうか。石斧まで入れちゃった。石斧まで入れちまった。ロックピックを持ってた方がいいな。ショベルちょっと作らなきゃいけないな。ショベルもね。ちょっとそこじゃないな。
これ壊すわ、とりあえず。OK。OK、OK、OK。で、まあ、ここはこうして、という感じだ。どういう感じだよ。どういう感じですかって言われそうだけどね。これも壊そう。OK、OK、OK、OK。で、5個あるんで、こう、こう、こう。こう、こう。こう、こう。こんな感じ？もうなんかそんな荷物整理はさ、動画外でやってくださいって言われそうなんで、この辺にしとこうか。この辺にして。まあ、炉が作れたから今日のところはいいか。13時か。まあ今日のところは良しとするか。とりあえずね。うん。レンチのスキマティックを拾ったんだけど、レンチって簡単に作れんのかな？レンチ。あ、連鉄がいるんだ。木か。ダクトテープね。はい。あ、待って、ダクトテープって思い出したけど、骨で作れるようになったのかな？ 49。泥水がいるけど、水がないか。水1個でいいんだっけ？あ、瓶も作れるじゃん、ここでね。実は。砂持ってるよ。砂、あ、砂どうしたっけ？こっちに置いたっけ？砂、砂。ちょっと瓶も大量に作っといた方がいいな。大量には作らないか。最初だけだよね。最初は作るけど、まあ、後からね、いくらでも拾うんで、最初だけだな、使うの。じゃん、2個。で、ちょっとガラスも燃えるんだっけ？ガラスも燃えるよね。多分ね。砂になるよね。これなんだ？また持ってる。麺か。これはまあ、ここに置いといて。ガソリンは、ここ、一応車両用なんで。で、ここが弾薬ですね。弾薬入れ。いつも。そんなとこかな？羽はちょっといらないな。そんな感じ。スロットスカスカだけど。スロットスッカスカだけどね。骨ナイフ一応持っていくか。これはここでしょ？で、これはまあ置いていこう。売ってもいいけど、多分6円とかだからね。6円じゃちょっとな、もったいない気もするよね。うん。はーい。2個しか作らない。何？粘土がないからか。やっぱ掘りに行かなきゃダメか。じゃあちょっと、まあそのうちまた掘っておきます。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしときましょう。はい。ご視聴ありがとう。あ、ちょっと待って、めちゃめちゃ喉乾いてる。そういうところじゃなかった。ちょっとね、ちょっと水飲まして。これね、忘れちゃうからね。これで瓶が開くじゃんね。80。こんだけ飲んだら十分やろ。こんだけ飲んだら十分やろ。ちょっと水汲んできとくか。にしても本当にゾンビいないですね、全然ね。全然ゾンビいないんで、このスローライフには最適ですね。最適なのか？わからんけど。ねえ。ほとんどいないね、本当にね。全然来ないもんね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺しときましょう。全く今回も、なんだろうね。今回も全然なんか、山も落ちも何もなかったけども。まあいいか。はい、ということで。じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。